んこんにちは。こんにちは、スイーツガーデンですね、はい、心と体に優しい手作りおやつということでですね、毎月1回木曜日にさせていただいております。いつもの、はい、卵割りですね。はい、ミキンさんの卵割り卵白は大きいボウルに、卵黄は小さなボウルに入れてください。はい、綺麗に割れましたよ。はい、もう何ヶ月やっとるんじゃって言って。何ヶ月、10ヶ月じゃ。手元が狂った。して、一つずつ。はい、一つずつ。あ、今手でしようとした。ゴムベラありますよ。はい。はい、ゴムベラのこの平らな部分を使って、手の動きは常に同じ方向です。はい、右利きの方は左から右にツーって。君さんもやってみちゃう。はい、はい、今と同じ、はい、ようにだから右利きの方はさ、私左から右にって言ったばっかじゃん。そうですね。好きな方でいいんですけどね。はい、こっち低いで逆にするんだったら、うん、これをひっくり返して手は常に同じ動き。そういうことですね。はい、もう一回やっちゃう。何回でもやって。笑ってるからデコボコになったじゃん。180度に温めたオーブンで10分、たったの10分でね焼き上がってしまうんですが、早い。はい、オーブンに入れる前にやることなんだ。そうですね、はい、はい、そこを叩いて。同じの。そんなになんか見えました。今気泡パンって、あんまりやってもねあれなんですけれども、はい、これでね180度で10分焼いていきますね。はい、はい、下から叩くんだそうです。下から。そうです、レシピにはそのように本日書いております。はい、春といえば、春といえば桜。素晴らしい。それまんまやったね。幸せがあったかのようなんですけれども、 お花見って行かれるかなと思ったんですけれども、花見はですね意外と行かないんですよ。スイーツなんですが和菓子で、はい、和菓子をご紹介したいと思います。皆さん桜餅はご存知でしょうか。うん、そうです、はい、そうですね、はい、桜餅ってじゃあ関東と関西に違いがあるのはご存知でした。あの関西はピンクで関東はどっちもピンク。あ、そう、関西がこしあんで関東はどっちもこしあん。